皆さんこんにちは、ハルトです。今回はプラスピー動画やっていきたいと思います。はい、ということでね、めちゃくちゃ久しぶりのこのショートじゃない動画なんですけど、ちょっとね、ずっとショートだったのにはちょっと理由がありまして、僕ね、最近 iPad が壊れちゃったんですよ。スマホじゃリアタイできないからっていう理由でね、ちょっとねショートにしてたんですけど、やっとね iPad を買い直したので、早速今回やっていきたいと思います。はい、まずね、ちょっとね、みんなにちょっとね、僕もまだプラスピアも分かんないので、皆さんに聞きたいことがあるんですけど、これさ、結構ね育成について聞きたいんですけど、この大城さんさ、これスピリッツ4500じゃんで出たのよ、こっちの方が新シリーズの方。いや、これに継承するかどうかっていうの聞きたくて、でも正直言ってあんまりリアタイでは使わないから、大城さんはっていう理由なんですよね。でも能力とかはどっちも見て、能力は こっちの方がいいんだよ。だからそれはどうなのかなと思って、スピリッツはこっちの方がでも100高いしとかあってね、そこは分かんないので、そこ聞きたいのと、あとね、坂本選手ですね、声が枯れちゃってる。坂本選手なんですけど、今使ってるのはアニバの方で、こっちをこっちにするか、これもスピリッツの問題ですね。で、守備はこっちに衰えちゃうんですよね。ね。だから、どんなのかなって。坂本選手はね、パワー飛距離が来たじゃないですか。だから、まあ、今スタメンには入れてるんですけど、リアタイの。いや、どうしようと思って。でもリーグとかを考えたらこっちの方がいいかな。わかんない。でもこっちの方がさ、あれ、ミパ、同値だから。っていうのがあってね、そこはみんなに聞きたいですね。これ継承してたのもったいない。で、あとね、もう一人います。もうこれはもう安心ですけど、大山さんですね。大山さんさ、このベストナインをこっちにしちゃう。なんかもうこれさ、降格あるじゃん。降格なんだけど、降格しちゃうんですか。降格なんだけど、こっちはもうプルヒッターなの。これはどうしようと思って。でも、大山さんはリアタイで使わないの。マジ、多分ね、リーグかな。リーグで使うと思うんで、そこを聞きたいなと思って。どっちの方がいいのかなっていうのが気になってますね。こっちの方が守備がいいっていうのもある。ほら。全然違うじゃん。があるので、気になりますね。今後もね、これ、ゲットしたら継承するとか。広角リアタイやんないんだったら広角じゃなくていいみたいなやつがあったら教えてほしいですね。調べたのに自分じゃ分かんなかったんで、教えてほしいですね。って感じですね。じゃあ早速リアタイやっていきましょう。俺ね、もう守備はかも関係なくした。落合さんセカンド、ちょっとね、じゃあそれはやりながら行ってきましょう。めっちゃ久しぶり、緊張するな。今日はね、ちょっとだけね練習したんですけど、調子が悪かったので、やばいですね。今ね、6戦中1勝しかできてないけど。来い！あー、やばい、終わった。あ、でも打率は俺の方がまだ上だ。そう、今日で打率落ちたんだよ、めっちゃ。昨日4割3分ぐらいあったんだけど、めっちゃ下がっちゃった。お願いします。だからできるだけ1・2塁間には打たせないようにしたいと思います。できるだけね。でも意外と守備いいよね、これ。取れるよ。 OKOK。 でも意外と取れるよね、守備。 D だっけ。 D だよね。 D のくせによく取るよ。結構いいやつはね、吉川さん取るけど。
ポールでいいよ。あ、え、マジか、いらしてよ。配球もね、もうなんかやばいんだよね。教えてほしいね。調べればいいんだけどね、調べても忘れちゃうから。なんか配球ってめっちゃ雑になっちゃわない？わかんないかな。 OK、 大会の時とかさ結構ガチでできるけど、リアタイじゃ力が抜けちゃってね、やばいね。千賀選手打てるかな。打てる人打てない日あんだよね。昨日は打てた、今日は分かんない。1打席目大谷さん、うわ今抜けたな、フォークだと思ってた。これ変化量大きい方なんだ。このさ真ん中より上はさちょっとちっちゃくなるじゃん。その違いが分かんない。千賀さんはちょっと回転が遅いのかな。あ、惜しい、マスラみたいな。やべ、奪三振賞出てる。 OK、 三振賞やめて。え、それボール？変化量多すぎ。千賀さんとか持ってる人はさわかんのかな、ボールとか。あ、ごめんなさい、ボールとかわかんのかな。俺マジで持ってないからわかんない。4番セカンド、どうどう伸びろ。オッケー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 、帰ってこい。帰った、さすがに無理か。危ない危ない。いやマジか、点数取れるのね。やばい。あ、オッケー、来た。申告経営じゃなくて変えてくれると嬉しいな。おし、宮西さん俺打てるよ多分。オッケーオッケー、変化量マイナス1だし、全出しよ。特のちっちゃいよ、とにかくほどね。え、これタイピン出てないもんね。オッケー、危ない危ない。オッケーオッケーオッケー、逆転逆転、いいよいいよ。え、これさスピリッツなんなの。全部あれか。ああ、はあはあはあ、やっぱり警戒な。おお、危ない、めっちゃ大きいのかと思ってたわ。やばいやばい、いいよいいよいいよ。あ、やばい、タイピン出ちゃった。タイピンよタイピン、どう。 OK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 、 2塁。あ、やばい、おった、危ない、危ねえ。いや、いつもはこれ台で出すんですよ、バースさんに台で出せるけど、まだいけるかな。ちょっとタイピン出てない。オッケー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 。いや、ここでね台で出すけど、なんかいけるからやろうかな。やばい、くそ、悔しい。でも4点取ったよ。あと2点取ればコールドだったね。でもね、多分前よりはね上手くなってると思う。オッケー。あ、でいつもはねセカンドもう変えるんですよこれで。でもなんかこの方でいい気がする。やばい、危ない。さすがにこれで1点取られたらセカンド変えるかな。怖いから。やば、危ない、耐えてる、危ない、何これ。え、これ入ってんの、ボールじゃなくてストライク入ってた。ガチか。村上さん、オッケーオッケーオッケー、月、あれ月じゃなかった、そもそも。おおおおお、
あと一人、あと一人。わーい。で、ケチか。今の甘かったかでも。行かれると思ってなかったでも。やば。うわ、流された。取れる。勝った、危ねえ、危ねえ、危ねえ。超ギリ、超ギリ。オッケーオッケー。とりあえず一勝できたね。じゃ次さ、純正でやろうかな。純正でも意外とね、いいよ、俺。おすすめの、そう、王さんゲットできてないのやばい、今。OB で王さん、王さんダルさん来てるんですけど。ゲットできてないのやばいよね。で、ヨリさんがマジでね、ゲットできない。もう2023年止まってんの。めっちゃガチャ回してるのに。スカウトしてんのに。来てくれない。戸郷さんもね。戸郷さんも来てくれないんですよ、ずっと。だから、こんな感じ。で、オーダーこんな感じですね。で、ゴジラはね、まだ、さ、極みにしてさ、レフトは守らせたいんだけどさ、ちょっと、あ、やべ。で、今ね、ゲントツコーチいるんですけど、迷ってんですよね、どうしようか。ゴジラさんに使うかな。でも純正でしか使わないんですよね、三井さんは。じゃあこんな感じのオーダーですね。あれ、打順俺変えた気がするけど。買いに行くわ。これで行こう。でさ、大城さんさ、打ちやすいんだけどさ、入るところがないんだよね。まあ、とりあえずこれでやろう。とりあえずやろう。OK! 頑張ろう。で、そう、俺ね、名人9位いったの。すごくない？頑張った。いや、防御率2点。2.09。2割0分9厘。あ、純粋じゃないか。お願いします。やべえ。でもね、秋広選手結構いい守備するよね。60にしてはダイビングキャッチとかするよ。スライディングキャッチみたいな。グリフィンさん結構最近打たれるようになってきちゃったからね。もうギリギリのさ、真っ青は投げたくないんだ。オッケーオッケーオッケー。でさ、俺この TS マイルさんをゲットしたからめちゃくちゃ変わったんだよね。ゲットしてからめっちゃ変わった。それまでさ、前の使ってたんだよね。3シリ前かな。特大ホームランじゃん。まあ甘すぎた今のは。でも反省してます。これは通信部だと思っちゃってくんないでしょ。オッケー。ああ、間違えたよ。ダンボールで次これね、スプリットと思わせて通信部、これプラスに行きたい。オッケー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 。まあ1点なら、まあ1点はこのいけるっしょ、純正なら。しかもまた千賀さんじゃん。これさ、超チャンスめが出てこないんだけど。オッケー。え、な、得の上げてないのか。でかいね、それは。あ、だって三振ショートだけ上げてる。三振追い込まれないようにしないと。うわー、長径か。どうしよう、長径迷うな。危ねえ。どうしようどうしようどうしよう。あれでもいいんだよね、ミート打ち。でもいっか。千賀さんなら
ホームランいけるっしょ。甘いフォーク来たら。ねえ。ちょっと思ったー。OK。やばい、ごめん。ラスト選手出てない。来い。OK! よっ。ほらね、言ったでしょ。フォーク。甘いフォーク来たらいけるって。レフト、ベニーだって。狙ってもいいね、そこを。いやー、危ない。カットマンしてた。うん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 。OK。いや、さすがに正面か。さすがに正面か、今のは。進む?おー、やべ。けど落ちる。キャブキャブね。今のそこ飛んじゃうんだ。中田さんね、いないからね、もう巨人には。何それ振り逃げちゃうんだろうね。ショーあ、応援歌も消えちゃったからさ、入れたんだよ中田さんの。何今の下行って浮いたぜ。惜しかったね、めっちゃ。オッケーオッケーオッケー、フルカウント。高橋由伸さんだよね、これ走んのやめとこう。あっ、ちょっと待って、勝ちかよ今の。めっちゃフォーク張ってたわ今。めっちゃフォーク張ってた。そう、伸びろ伸びろ伸びろ。オッケーオッケーオッケー。マジパワー必要くなったよね。前までこれ失踪してたもん、めちゃくちゃ。場所にあるのかな、阿部慎之助さん。おぶね、今ね、俺いつも乗られたら手振ってた。何バッツってた。動画だったからね、落ち着いてたね。これでもボールなのやばいね。やばい。マジかよ。粘れ、くそ、悔しい。いや、3点しか取れてない。でもこれ抑えればもう勝ちよ。もう外野が結構怖くなくなったよ、だって守備。まあ、レフトはまあ C で、センター、ライトは A だからね。マジで、めちゃくちゃ勝ってる。OK! でもファーストも結構さ、いいのよ。B だし、特殊で B にしたから、中田さん。いやー、打たれるか。お、取った!ナイス、ナイス、ナイス。ボールでいいよ。いいです。これは振らせたい。振らない、さすがに振んないのか。これだって入れないとやばい。 OK OK、 純正で勝ちました。ありがとうございます。いやでもね、マジであれ神だったね。丸選手のホームランめっちゃ綺麗に決まったね。 OK、 2連勝じゃあ、あと1回やろうかな。動画内で3連勝して終わろうか。次もこれでいくか。菅野さん。ベストナインかな、菅野さん。どうなんだろうね。ワンチャン沢村賞説出てるよね。めっちゃめっちゃ嬉しいよ。おーい。それいつなんだろう、ロースさん。え、これ覚醒じゃん。いつよ。これじゃ絶対純正じゃね。絶対純正だよね。純正対決や、これは。勝率と打率やばいけど。先行だ、あ、ここか、やばいな。打たせたら負けだね。あ、全然違う。でも、マリンズのリボン持ってるやん。純正じゃないんだ、マジか。1番、源田さんなのすごいな。
お願いします。いや引っ張られたけど、ういっす。怖い、大谷さんマジで怖いんだよね。オッケー、それ大谷、これはすぐに取れるっしょ。これでホームラン決められたらやばくね。流しホームラン、これ入ったらやばいぞ。いやでもめっちゃ飛ぶな。パワー72ぐらいだったのに。マジか、それが違う。けどオッケーです。さすがに今年はさ GG 市長さ、ゴールデングラブゲットできるよね、吉川さん。さすがにね、止まらないとやばいぜ。いや何も出てないのきつい。これいつの、お、オッケー、危な、危ない。2040、ジャイロフォークか、やだな。ジャイロフォークとかあんま好きじゃない。うわ正面、まあそりゃ正面、くそ。いやーゲッツーかよ。いやマジでそれ、マジかー、くそ。いやーダメか、いやーくそ、負けたー。ありがとうございました。じゃあ東郷選手、2022年シリワンのシリワンが4100だから、スピカイしろって思うじゃないですか。ちょ、まだねマジでこれスピカイしてもあんま強くない時の東郷選手なんで、最新のが全然強いのでそれを狙ってるんですよね。だからねマジで来てほしい。マジで、あと伊織選手と戸郷選手が来ればもう俺は覚醒できる人生で。またね、持ち、俺持ってないんだよね、欲しいよ。レフト心配だけど、まあレフトは、まあ、岡本さんと門脇さんいるからそこは守ってくれるっしょ。高く飛べば取ってくれるし。やばい、これボールじゃね。あ、入ってる。やばい、うまい。オッケー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 。いいセーフ。ちょっと。変えたいな。これ踏んなかったらもう対応。オッケーオッケーオッケー。あ、ダメか。うわ、振らないね。ホームラン行かれそうなんだよね、結構ストレート系振れそう、この人。ベタベタ。うわ、入ってない。はぁ、マジかぁ。いやぁ、なんかタイピン来い。俺さ最強決定戦のためにさ、みんなをさ全員特殊を3以上にしたから、特の出やすいっちゃ出やすいんだけど、全然振らないね。ちょっと待って、怖くないか。うわ入んないな、めっちゃ折ってくるやん。あ、折られてる。俺取れるよ、取れるよ、取れるよ。オッケーオッケーオッケー、ナイス。肩強い、え、肩強
えぐい方してた今。もう一球。アマスラーブ。オッケーオッケーオッケー。押し押し。ホームラン行かれそう。オッケー。危ねえ。これ、それだったらでかいぞ、マジで。オッケー。セーフティーショットしたんかな。オッケーオッケー。この守備はまあ意外といけそうだけど。さ、坂本選手もさ、守備欲しかったな。来た。初球来てる。で、大野雄大さんね。ツーシーム。オッケー。オッケーオッケー。おー、カーストで誇り高く戦しよう。同宿戦いの計画。オッケー、ボールダメヒット。オッケーオッケー。え、走る走る走る。え、バカ足速いやん。何それ。え、走力なんの？え、乗るのかな？特殊で。ちょっと気持ちが這い上がった。いや、入ってる。ホームラン落ちて。そこはでも手に出しにくいわ。落ちないで。危ない。これホームラン落ちないね。さすがに。徳の全出し？あ、全出しじゃないけど。オッケー、さっき。あ、これは振らないぜ。もう振んないぜ。オッケー。おー。いや、オッケー詰まってるけど。オッケーオッケーオッケー、伸びた伸びた。オッケー、え、オフ、ナイス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 。おっ、え、全然98もいくの、パワーやば。いや、いけたね、今のホームランだったね、今のは。ホームランいけたやわ、今のボール。パコッ、フルヒルてるし。それダメ、それは普通にあかん。オッケー、オッケー、なんかめっちゃ得の出やすいんだけど。スピーツマップ。オッケー。あと1点は欲しいな。チョコレートなんだな。ダメか。さすがにダメか。でもこれ抑えればいいんだよ。フルセールいいんだよ。オッケー、取れる。これが守備 A よ。大勢選手でもいいんだけどな。オッケー、これ大勢選手出すわ。じゃあクローズ。定位置でいくか。全球ストレートでいくよ。オッケーオッケー、いいよいいよ。いいねいいねいいね。やばい、ナイスピッチング。オッケー、勝った。ありがとうございました。勝った、よし、勝てたよ。人生で2勝できた。3戦2勝、やったね。ということで、今回は新しくした iPad でやってみました。で、結構ね、最近僕も前よりは上手くなってきてるので、もし大概とかあったらね、やりたいと思います。あ、そう。これさ、ずっと前か。めっちゃ前の話なんですけど、夏休み中の話かな。でさ、急震災あったじゃないですか。急震災でね、何だっけ、42位かなだったんですよ。まあ、野球盤なんですけど、野球盤。やってて、そう、42位だったんですよ。すごくない？
野球盤でもすごくない？あ、43位だ。そう、写真載ってるわ。こんな感じで43位だったんですよ。だからね、俺大会いけるかなと思って、ちょっとね、次ある大会出たいなと思います。で、この前のね、そう、これ代表決定戦、ジャイアンツの、あ、ジャイアンツじゃない、純正のオンライン要請みたいなやつ参加できなかったんですよ。 iPad 壊れてて、なのでちょっと悔しかったですね。これ出たかったね、巨人純正で。次行った大会がやりたいと思います。なのでそれまでにね、ちょっと東郷選手と伊織選手をゲットしてね、めちゃくちゃ強いオーダーにしたいなと思います。ということで、こんな感じで終わりだと思います。またね、やってほしいなんか縛りとか企画、ゲームの企画とかあったらコメント欄に書いてくれると嬉しいです。バイバーイ。